アート思考というのは、自分の興味関心を起点として、そこから非常に革新的なコンセプトを作る思考法というふうに考えています。これはイノベーションを起こす時の思考というふうに考えてますので、企業で研究開発をしている人とか、新規事業をやっている人とか、そのイノベーションを起こして社会を変えようというふうに考えている人に、伝えていきたいと思っています。